日本全国に存在するサッカースタジアム。スタジアムごとに様々な特徴を持ち、観戦に来たサッカーファンを出迎えてくれます。新スタジアムや問題を抱えたスタジアムが取り上げられることが多いですが、 J リーグの中には一風変わった特徴を持つスタジアムがあることはご存知でしょうか。今回は J リーグの中でも特徴があるスタジアムについて解説します。ぜひ最後までご視聴ください。最初に紹介するのは北海道コンサドーレ札幌のホームスタジアム、札幌ドームです。陸上競技場と兼用のスタジアムは多くありますが、札幌ドームはサッカーと野球の兼用という珍しい構造になっています。これを可能としているのが札幌ドーム独自のホバリングシステム。野球仕様からサッカーモードにする場合は、野球のために設置していた人工芝を剥がし、コンクリートの上にサッカー用ピッチを乗せたホバリングステージを設置する画期的なシステムです。このシステムが野球場とサッカースタジアムを両立させています。札幌ドームは2002年の日韓ワールドカップ開催のために建設されましたが、サッカー専用だと赤字は確実と言われていました。2004年にはプロ野球の日本ハムファイターズが北海道移転に伴いホームスタジアムとして使用します。しかし2016年にファイターズが札幌ドームを離れ、新球場の建設計画があることが報道されます。移転を検討した大きな要因の一つに札幌ドームの高額な使用料がありました。ファイターズ側は札幌ドームと交渉を続けますが、札幌ドームはなんと使用料の値上げを敢行したのです。結局ファイターズは札幌ドームを離れ、札幌市のお隣北広島市に新球場エスコンフィールドの建設を決定。2023年シーズンより使用を開始しています。収益の柱を失った札幌ドームは対策としてネーミングライツを募集するも、2024年3月の締め切りまでに応募はありませんでした。札幌ドームの使用料の高さは J リーグチェアマン野々村義和がコンサドーレ社長時代に、札幌ドームは1回に800万円もかかる、この使用料をなんとか協力して安くしてほしいと思っている、それがどうしても無理というなら地域でスポーツクラブを育てようという意識がないと思うしかないと苦言を呈しています。さらに2024年シーズンはピッチコンディションも話題になりました。札幌ドームで行われた第3節浦和レッズ戦では、一部の芝で土が露出し茶色がかっていたのです。運営に問題を抱えている札幌ドームですが、サッカースタジアムとしては魅力がたくさんあります。空調が効いており、夏場でも快適に観戦できるのは嬉しいポイントです。またスタンドに傾斜があり、上部の座席からでもピッチが見やすくなっています。北海道ならではの美味しいスタグルも合わせて堪能してください。天空の城野津田。2024年の J1 で快進撃を起こしている FC 町田ゼルビアのホームスタジアム、町田祇園スタジアムの別称です。天空の城の由来は、山の中にそびえ立つ姿が天空の城っぽいという理由からで、入場ゲートを入場ゲート、公式グッズのショップを武器防具屋と称し、サッカー観戦で RPG の世界観が楽しめます。しかし天空の城と呼ばれている通り、アクセスの悪さは J リーグトップクラス。スタジアムは町田市立野津田公園内にあり、周辺には木々が生い茂った山々や田園風景が広がります。ホームページのアクセス情報によると、最寄りの鶴川駅からは徒歩約60分、バスで約20分、都心からのアクセスがいい町田駅からは直行バスで約40分と紹介されています。徒歩での道のりはまるで登山道。ゼルビアの公式もセルフ男気コースと名付け、秘境感を楽しんでもらう戦略をとっています。アクセスの悪さは J2 の時から問題視されていたことでしたが、 J1 での戦いになった2024年は観客数が大幅に増えたことにより、その問題点はさらに明るみになりました。ガンバ大阪を迎えての開幕戦では、最多入場者記録を更新する 13,506人が来場したものの、試合後に帰宅困難者を生み出すアクシデントが発生していたのです。バスの待ち時間は2時間を超え、スタジアム周辺は大渋滞するなど交通機関が麻痺。2月の寒さも相まって、初めてこのスタジアムに訪れたガンバサポーターからは、もう行きたくない、アクセス最悪といった声が上がりました。第3節の鹿島アントラーズ戦では、バスの本数を増やし、運行状況をクラブのホームページに掲載。 SNS も駆使し、開幕戦より待ち時間が改善しています。体力に自信のある方はセルフ男気コースをチャレンジするのも楽しいかもしれません。東京新宿区に位置する日本を代表するスタジアム、新国立競技場は2020年東京オリンピックのメイン会場として2019年11月に完成しました。
しかし建設の際に様々な問題が生じていたことは記憶に新しいのではないでしょうか。新国立競技場のデザインは当初国際コンペで決まったザハ・ハディト氏の案を採用。当初の予定ではアーチ型の開閉屋根を備えた斬新なデザインで8万人が収容可能でしたが、総工費が当初予算の1300億円を大幅に超える2520億円を要することが判明。2015年7月に当時の首相安倍晋三がザハ案に基づく計画の白紙撤回を発表し、計画は振り出しに戻ります。仕切り直しで別の設計案が選ばれ、実際に完成した国立競技場には観客席以外を覆う屋根はなく、収容人数は 67,750 人となりました。国立競技場のコンセプトは森のスタジアム。鉄骨と木を組み合わせた設計で木のぬくもりと日本らしさを感じることができます。しかしスポーツ大会のこけら落としとなった2020年元日のヴィッセル神戸対鹿島アントラーズによる天皇杯決勝戦では、木材と鉄骨を組み合わせた屋根はピッチにまだらの影を落とし、ボールの動きが見づらい、客席の前後の間隔が狭いといったスタジアムへの不満の声も上がりました。その中でもサッカーファンにとって一番の不満はピッチとスタンドを隔てる陸上トラックです。やはり陸上トラックがあれば臨場感に欠けてしまいます。この陸上トラックも当初の予定ではオリンピック後に撤去して球技専用スタジアムへ改修することを計画していましたが、2022年12月に陸上トラックが残ることが決まり、多くのサッカーファンを落胆させました。しかしアクセス面は最高で、新宿駅から徒歩圏内でサッカー観戦後の打ち上げには困りません。そのまま東京観光するのもおすすめです。柏レイソルのホームスタジアム三協フロンテア柏スタジアムは、多くのサッカーファンに日立大の愛称で親しまれている球技専用スタジアムです。 J クラブのホームスタジアムは自治体所有のものがほとんどですが、このスタジアムはレイソルが所有しています。日立大といえば臨場感あふれる観戦ができるところが最大の特徴です。白熱地帯と呼ばれるゴール裏席では選手たちと一緒に戦っている雰囲気を味わうことができます。今やレイソルといえば日立大というイメージですが、 J リーグ参入時点では別のスタジアムができるまでの仮スタジアムという扱いでした。1995年に J リーグに参入したレイソルでしたが、当時の日立柏サッカー場、現在の三協フロンテア柏スタジアムは J リーグが定める収容人数の基準を満たしていませんでした。そこでレイソルと柏市は柏の葉公園に建設を予定していた陸上競技場に目をつけます。ここに2万人が収容できる全席屋根付きのスタンドを備えたスタジアムを建設し、将来的にレイソルのホームスタジアムとすることが計画されました。1999年に新スタジアム柏の葉総合競技場が完成。しかしこけら落としとなった4月25日のレイソル対浦和レッズの試合では、レイソルサポーターから猛烈な反対にあってしまいます。その理由は柏の葉総合競技場の陸上トラックにありました。日立大の臨場感に比べて陸上トラック付きの柏の葉総合競技場では物足りなかったのです。レイソルサポーターから移転反対の声が上がり、開幕セレモニー中に反対派のサポーターが発煙筒を投げ入れる事件が発生しました。その後もサポーターが移転反対の姿勢を示した結果、柏の葉での公式戦は2008年を最後に開催されていません。しかし現在のホームスタジアム日立大にも問題があります。実は屋根が J1 ライセンスの基準を満たしておらず、特例での交付となっているのです。近年では設備の老朽化や立ち見席の多さも指摘されていますが、 J のスタジアム屈指の臨場感は一度味わったらやみつきになります。ぜひ一度体感してみてください。大分トリニータのホームスタジアムレゾナックドームは、2001年に開場したドーム型のスタジアムで、古参のトリニータサポーターからはビッグアイという愛称で親しまれています。このビッグアイという愛称は、レゾナックドームの特徴である開閉式の屋根が上空から見ると大きな目の形をしていることが由来になります。この開閉式屋根のおかげで雨の日でも濡れることなく快適に試合観戦が可能ですが、夏場に屋根が閉まると非常に蒸し暑く、ドーム内は蒸し風呂のような暑さになってしまいます。陸上トラックがあるためスタンドからピッチまでは距離を感じますが、スタンドには高さと傾斜があるため観戦しやすく、座席が全席個別座席というのも嬉しい特徴の一つです。また完全バリアフリーで車椅子の方でも安心して観戦ができます。レゾナックドームはスタグルも充実。一押しは大分県の郷土料理厚飯です。大分県産のブリを醤油につけた丼で、熱々のカツオだしもついてくるので、お茶漬けとしても楽しめます。そんなレゾナックドーム最大の欠点はアクセスの悪さです。
レゾナックドームは人里離れた山の上のスポーツ公園内に位置しており、最寄りの大分駅からはバスで約30分、7キロ以上離れているため徒歩で行くのは現実的ではありません。大型の無料駐車場はあるのですが、試合日は高い確率で渋滞に巻き込まれます。2018年に行われた日本代表対ベネズエラ代表の試合で日本代表選手を乗せたバスが渋滞に巻き込まれ、到着が約50分も遅れる事態も発生し問題となりました。試合後の渋滞はきついですが、温泉県大分の温泉で疲れを癒すのもおすすめです。花園といえばラグビーのイメージが強い方も多いのではないでしょうか。2019年にはラグビーワールドカップの公式戦も開催されており、ラグビートップリーグ所属の花園近鉄ライナーズと J3 の FC 大阪がホームスタジアムとしています。同じフットボールであるサッカーとラグビーの両競技が年間を通して楽しめる珍しい特徴を持ったスタジアムです。花園ラグビー場の歴史は古く、日本最古のラグビー専用スタジアムとして1929年に開場しました。1963年からは全国高校ラグビー大会の会場として使用されています。ラグビーの聖地という印象が強い花園ラグビー場ですが、実はグラウンドは一つだけではありません。第1、第2、第3グラウンドがあり、近鉄ライナーズや FC 大阪がメインとして使用しているのは第1グラウンドです。第1グラウンドは2019年のラグビーワールドカップの会場に選ばれ、2018年に大規模な改修を実施。スタンド、照明設備、大型ビジョンなど最新設備が設置されました。26,443人収容可能の球技専用スタジアムの臨場感は J3 のスタジアムでもトップクラス。座席には傾斜がついているので、どの席を選んでもとても見やすくなっています。 FC 大阪が花園ラグビー場をホームスタジアムとしたのは2019年からです。当時 JFL に所属していた FC 大阪は J リーグに参入するため、第2グラウンドの約1300しかない座席数を5000席以上とする改修計画を東大阪市に提案。2021年12月の完成を目指していました。しかし工事の難航を理由に整備計画が進まないまま、 FC 大阪は2020年に J3 参入を申請、拠点スタジアムを花園ラグビー場第1グラウンドとしたのです。東大阪市は第1グラウンドの使用を認めましたが、あくまでもスタジアム整備が完了するまでの暫定措置とし、完成時期を2023年3月までとする覚書をチームと交わしています。ところが2024年4月現在でも工事すら始まっていません。 FC 大阪からは2027年9月には完成させると東大阪市に伝えているようです。ラグビーとサッカーの二刀流スタジアムである花園、FC 大阪がカテゴリーを上げフットボールの聖地となる日を期待しましょう。数ある J リーグのスタジアムですが、それぞれの特徴でサポーターを楽しませてくれます。全国のスタジアム巡りも J リーグ観戦の醍醐味ではないでしょうか。皆さんが知っている変わった特徴があるスタジアムをぜひコメント欄で教えてください。